ハローアースノイド、ガンダムエイジというシリーズ屈指の評価に困るガンダムに対するネットの反応をお送りするよ。ずっと気になっていたんだが、ガンダムエイジって面白い？知人が正直なんとも言えないって言ってたから気になる。ちなみに Y は俺たちは強いられているんだ。かっこ集中戦ってシーンだけ知ってる。強いられているんだ。は当時すげえ祭りになったな。初めてエワークのプロポーション見たときこれマジ？ってなってしまった。プロポーションの話で言うならバルガスも大概だっただろ。どう考えても生物として違う。そこが気になるってことは要するに制作がレベル5っていう一点を許容できるか？だよね。意図的に他のガンダム作品より対象年齢が下げて作られてるのは間違いないから。正直、そこを受け入れられない硬派を気取ったガンダムおじさんは多い。俺は制作者のやつにこの答申を強いられてるんだ。バイワーク。でもエイジという作品自体好きな人はかなり好きになれるタイプだと思う。俺は最近見始めた人間だけど全然いいと思うよ。なんで放送当時見なかったんだ。許してくれユリンちゃん。俺は前編通してなんか惜しいなというのが率直な感想。アセム編は大好きだったよ。そうなんだよね。時々ちょっと待てってなることもあるけど一気にしたら結構面白い。そして本編を見たなら2部の最高成版であるメモリーオブエデンも見るとなお良い。そうなんだよ。初見の人もテレビをいまいちと聞いている人も、まずはメモリーオブエデン見たらいいと思う。で本編。未見の人は第24話、X ラウンダーの戦闘シーンだけでも見てほしいと強く思う。エイジ2ダブルバレットの初登場回なんだが作画が素晴らしくて最高にかっこいい。あと26話のアセム覚醒は脳裏に焼き付いてる。前編通しておかしい部分も多く手放しで褒めることはとてもできないと思うけど、つまんないから見る価値ないよとも絶対に言えないんだよな。なんかネットでよく叩かれてるしダサくなんだろうって思ってる人はだいぶ減ってきた印象だからみんな見てくれ。ダブルゼータとエイジはエアクからこき下ろされるガンダムのツートップだからな。個人的に作品として見どころはまあそこそこあるんだけど全体的にはちょっときついって印象。それもやっぱり第一部のフリット編の宇宙要塞より前あたりが一番影響強いんだろうな。同意なんだが、フリット編が全ての土壌になってるからフリット編は見なくてもいいよとは言えない難しい塩梅。結局アセム編以降から盛り上がるから先にアセム編やって回想という形でフリット編やればという意見もあったよね。やっぱアセムの成長が一番面白かったよ。最終的にスーパーパイロットってなんだよと笑いながら流し見してたらマジでスーパーなパイロット化した。それはウルフ隊長のおかげだ。キヨヘンがクソつまんねえって思っていたんだが俺だけ？もうやめようよ。ばかりで見てられなかった。素材は良かったのに料理人がダメだったんで自分の脳内ではエイジを愛のエプロンに例えてる。1年間の連続放送で連邦と米団それぞれの系統を発展させながら結構な数のモビルスーツをアニメに登場させたのは評価。動かせるロボデザを描くのが早いのは良いことよ。俺は量産機好きならエイジはぜひおすすめしたいと今でも強く思うよ。宇宙世紀とコズミックイラの次くらいに G ジェネで開発しがいのある世界観だと思ってるけど本格参戦が未だにないんだよな。わかる、量産機が良い作品だよ。毎回それで世代交代が感じられるのが最高。ゲーム版限定ウェアとかまとめて G ジェネで使えるようになってくれねえかな。アデル役乱世いいよね。俺は一機のジェノアスが好きなんだよな。ザ量産機って感じで。ジェノアス2が終戦まで使われてるのは傑作機の証拠だよね。いつかガンプラでジェノアス俺カスタムを作りたい。量産機といえばオブライトさんですよ。大好きだ。主題歌は映像を含めて当たりばっかだぞ。とりあえず3世代編のオーロラはぜひオープニングアニメと一緒に見てほしい。この曲の時オープニングアニメで世代交代していくガンダムのシーン好き。その横でジェノアスも変わってるのもいいのよ。落ちぶれまくる魔中年とか死んで復讐を完遂する偽艦長とか味わい深いキャラは多い。魔中年とかイサマとか強烈なキャラクターしてる敵多いよね。シンプルに前はガンガンバトルしてくれるのは間違いなくおすすめポイントなのでアクションが好きならありよ。無能力コンプ抱えていたアセムが覚醒してクソ強い剣に関しては好意的な意見が多いイメージだ。ここは強くなるまでの話をきっちりやってるからな。見てて結構辛いところあった。
X ラウンダー同士の共振でみんなが動けなくなってるところでアセムだけ動いてるところ好き。 X ラウンダーは人類の進化じゃないからな。 X ラウンダーが実は対価って設定は割と好き。本当に対価だったのか魔王の暴言なのか知らないけども。メカ描写だと31話のエイジ3フォートレスがさらっと無茶苦茶なことやってるのとか好きだよ。地平の先までビームで消滅させたあれな。エイジ1は後の世代でも活躍してたからエイジ3だってもうちょっと活躍させてほしかった。フォートレスの暴れっぷりはいいんだけど、なんせ3つ目のオービタルがね。なんかオービタルはせっかく登場したのに登場回でボコボコにされてそのまま拉致られた印象。話の流れ上FX の移行登場はエイジ3がなくなってしまうから仕方ないとして、それならって話よな。でもエイジのハクビは登場メカのデザインだよ。あんなデザインでクソ強いグルドリンは正気の沙汰じゃない。グルドリンってずっとアルミューレ・ユミエール・ランサー展開してるハイペリオンだと思うとクソヤバいからな。確かに機体デザインはすごくいい。特にエイジ1フルグランサは最高が詰まっている。確かにフルグランサが嫌いな人いないと思う。ギミックもデザインも本当にバランスよくまとまっている。俺はレギルス好きなんだよね。文化圏が全く違うガンダムって感じがよくわかる。なんか惰性で見てたらアセム編でおってなって、キオ編でおってなって、三世代編でおってなる。復讐を完璧にやり遂げる復讐者とか、腐敗した組織を内部から変えていくと言って粛清委員会を立ち上げて、マジで腐敗した奴ら皆殺しにする主人公とか、狂った指導者が後継者に託して満足して死んだり、これでしか摂取できない栄養が詰まっているのも魅力。どっちかに数星が傾くとシードメイタ絶滅戦争になるから、それを避けるためにイゼルカントが死ぬまで小康状態を続けさせようってアセムの発想が完全な平和を知らない人間って感じがしていい。最終的には3世代の物語よりフリット・アスノの一大機として見た方が物語に筋が通る印象。真面目に3世代分の物語をフリット一人の視点でまとめたやつ作ってほしいよな。好きな人もダメな部分があるのは否定しないけど、いい部分もたくさんあるから良作判定なのよ。フリットは小さい子供の頃から老齢までずっと戦い続けていたってことを視聴者も知ってる。そういう視点で見れるキャラはガンダムで唯一だと思う。エイジはそういった部分を外伝みたいな後付け設定ではなく、1話からフリットの戦いを見たからこそ最終回のフリットの選択を見て感じるものがある作品。三世代編、特に終盤の戦闘シーンは歴代ガンダムの中でもめちゃ動くと思うから見応えある。旧型の機体で戦う老兵とかも能力者だけど強いスーパーパイロットとか、周りの敵と相打ちになる一般兵とか、男の子の好きなシチュエーションが詰まってるのが憎みきれないところ。どの世代の話でもアスノケがブチギレてるところはみんなかっこいいから好き。三部にしたって不殺して敵にも味方にも批判されるけど、フリットの心を動かせるからキオくん好きだよ。第一世代で復讐に囚われた主人公が最後の最後でようやく憧れていた救世主になれるのは美しいと思う。物語の締めはシリーズの中でもトップクラスに好き。エイジは芯がしっかりあるからそこはすごく評価できるよ。やっぱりエイジのことは嫌いになれない。